新年明けましておめでとうございます。でもプロだね、ヒヤッホー。というで今日はこちらのね、青いシートでブルーシートで花見ということで、一緒に花見したい相手がいたんで、カカカチンです。はい、ということで今日はなんと格闘、今日はこちらあのちょっとね、代々木上原にある、まあ、格闘技ジムなんですけど、はい、今日はね、ちょっと俺やらかしちゃいまして、ある方から動画煽られて、その方の視聴者さんにもすごい言われてるの、お前どうなってんの、結構軽く口炎上してて、今日はそれをね、やっぱ面と向かって、やっぱ DM のやり取りだけじゃまずいと思ったんで、今日は赴きまして、今日はね、ちょっとお呼ばれしまして、じゃあ本当に今日は戦いに来たって感じ、戦いに来たっていうか、ちょっとね、怒ってらっしゃって、あ、呼び出された、呼び出されて今日は来ました、ね、お願いします。お願いします。なんかあれね、すいませんでした。すいません、カメラ回った瞬間から俺切れてますよとか言わないと俺恥かくじゃないか。すいません。だから、はい、ウリさん入ってんです。ああだからカメラ目線でじゃあ言わせてもらう、はい、プロターン、どうもウリタです、ウリタ女子です。プロターンにちょっと俺はもう怒ってて前々から、まあ、要するにコラボする話を、まあ、スケジュールがなかなか合わないと、で、DO のやり取りでグダグダやってたから、お前言い訳してんじゃねえよと、今日一回会って、まあ、俺と勝負しろってことで呼び出したら、ウータさん、3番勝負っつって僕に持ちかけてもらっていいですかっつって、こういう流れになったんで、言わないで、言わないで、言わないで、これ言わなそうだよ、言わなそうだよ、言わなそうだけど、そう言ってくださいって、今オープニング前に言ったじゃないですか。まあ、そんな感じで3番勝負でなかったことにしようってなったんですよ、と、はい、いうことで、いや、本当すみませんでした。いや、会いたかったんだよ、はい、会いたかったんですか。でも本当は彼に会いたかった、うん、いや確かに面白いんだよ、ガチワンなんだ連れてったら人さんの話しかしねえんだもん。プロダンの動画こんなの見て、この回が良かったよっていっぱい言いたいんだけど、うん、はい、結構なんかさ、女の子と楽しそうにしたりとか、そんなのばかりやん。そんなことないですよ。ハイデクみたいなのハイデクで褒めようがないじゃん。褒めよう。ジムはさ、なんかそう滑ったりして面白い、さっきも滑ってたじゃん、なんかこんなになってきたりさ、ああいうクソサリーの面白いよ。いや、ということで、ウリタさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日は、ちょっとウリタさんがね、動画出されてて、じゃあ俺とやんないのかみたいな、あったんで、今日はちょっと3番勝負で。やっぱ近くで見ると可愛らしい顔してる。言われてます。ついてないよ。いや、上位、いじり方が分かんない。スパーリングはね、ちょっとジンさんの方でボコボコにされたんで、今日は3番勝負持ってきましたんで。お願いします。じゃあ次、ちょっと審判ってことで、はい、僕審判。プロターンに傾くでしょ。いや、大丈夫です、これは。さっきの話した方がいい、視聴者に。何ですか、さっきの話って。俺とプロターンが出会って何年目だっけって言ったら、プロターンが4年だっけって言ったら、ふざけんなよ、1年間違えてる、俺とお前は5年だろ、とめっちゃ怒りだした。マニアックな、付き合って、マニアックな、しなくて、こいつら付き合ってオープニングから始まんないんだから。今日の試合は3番勝負なんですけど、これ、那須川天心君のチャンネルでもやったんですけど、はい、ビビらない顔選手権、デコピンとしっぺと、あとピコピコハンマー持ってきて、はい、叩いてかぶってじゃんけん、で、デコピンとしっぺで、どっちがビビらずに、はい、どっちがビビらずに、顔無表情でやれるかっていう試合でございます。うん、やりましょう。はい、それで勝ったら、実はもう許してください。俺が勝ったらどうするの？だったら、また続くの、スパーに。ノーグローブで。ノーグローブ。ノーグローブやりましょう。頭だけね。ということでね、じゃあ今日勝ったら許してくれということで。はい。うわ、絶対頑張りたいと思います。はい。お願いします。お願いします。お願いします。はい。ということで、じゃあ始まりましたけども、まあ、ウリタさんはね、すごいオーラが小表なんで、俺は本当ビビらずに、そういう見た目からも入ってると思うから、本気で打ち抜いていきたいと思います。打ち抜いていきたいと思います。はい。じゃあ。ちゃんと審判オッケー、公平に、公平に、何かじゃん、じゃあまずしっぺで、はい、こっち向けんの、あ、そうだっけ、しっぺって、うん、ウィキペディアとかで見たほうがいい。じゃあポイントとしては、眉毛が動いたとか、表情がどれだけ動いたか、リアクションでちょっと審判してきた。じゃあ顔をちょっとね、ちゃんと撮ってもらって、最初はグー、じゃんけんぽい、じゃあ僕後攻で、おお。じゃあまず先行、ウリタさん。どっからどことか、うん、ここら辺でいいですけど。お願いします。準備。
小芝居がいいね。まで、これ思った以上に地味な戦いになったろ。この地味なところに今度審判の掛け声で話を置いてくるってやり方がたまんないよね。あの配下水後でドローとか言われたら、ドローって思った以上に地味に地味。目開けてなきゃ、はい、目開けていただいて、目これってこれかな。フレダさん、ゲラすぎるんですよ。ゴーストバスターズのマシュマロマンマシュマロマンその世代の例えやめてくれないですか。あの白いやつですか。そうそう、はい、いい生出来したって生出来したって。これは生出来しちゃったよ。ウリタさん超フリっすね、うん、今のは、うん、よし今のはちょっとウリタさん今のやばい、はい、今のはちょっとフリでした。見てな。やばくなかった。でも思ってるより結構動いちゃってた、うん、ウリタさんは結構笑いの方に行っちゃった。そうそうそう、じゃあそれで審判だね。あれでこれは難しい。ドローこれは難しかった。最後、これ決まりますか。これ審判関係ないんで。ここがピコハンマーなんで。これはもう、はいはい、これじゃあちょっと、ジャッジ長さのやつなんで。じゃあ次、ピコピコハンマー持っていきます。一応一回来た。最後、ピコピコハンマーで、これはもう勝負つくんで、はい、2回叩いた方の勝ちにしましょう。じゃんけんで勝った方が叩く。これは間に合わなかったら負けでしょ。間に合わなかったら負けです。じゃあ、はじめ！じゃあ、ウリタさん、ウリタさん、ウリタさん、ゲラ、はいはい、最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。これは何になるんだ。これは何になるんだ。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。はい、これでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。ちょっと待って、ちょっと待って、じゃんけん弱すぎる。ちょっと、じゃんけん弱いんだよ。じゃんけん弱い。なんか、相手がこれを出してほしいってこと出しちゃうんだ。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、これでしょ。あーいやー、うまいっすね。1対1、はい、1対1次で決まります、はい、最初はグー、じゃんけんぽい。あー、倒した倒した今、今倒した、はい、今まだですよ、まだですよ。セーフ、待って待って、かわすとかあんの。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。じゃんけん勝てない。マジか。待って、ウイザーさんのこの感じで、この音はダメ。なんかすげえアホチックになった。勝者、はい、プロダウン。分かってる。ではこれで宇田さんに、はい、汚名返上というか許してもらえたこと。完全に水に流しましょう、うん、いやありがとうございます。よかった。ちょっと宇田夫婦チャンネルと仲良くしてくださいよ。いやいやいや、お願いします。ということで宇田さんのチャンネルでも、ね、はい、コラボさせてもらってるので、はい、いや今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。